おそーす、漫画編集者、沢島チャンネルです。今日はね、アニメ、オットタクシーのプロデューサー、平川さんと、アシスタントプロデューサーの神戸さんに来ていただいてます。前回、どんな風にして、オットタクシーが出来上がったのか、5、6年にわたる、長い、地味な、大変な道のりを聞きましたけれども、今日はちょっと、ね、その後の、大ヒットとなった、楽しい話をいっぱい聞きたいなと思うんですけれども、 Amazon プライムで独占配信をしました。そしたら結構あっという間に話題になりましたよね。いやいや、でも放送中結構そわそわしてましたよね。あ、そうです。なんか中盤ぐらいまで結構、うん、なんかこう周りで、うん、業界の方とか、うん、クリエイターの人とか見てくれて面白いっていう近場での反応はやっぱ結構よ、うん、最初から良かったんですけど、これでも世の中にどんぐらいこれ広がってるんだろうなっていうのは、うん、結構なんかこう探り探りっていうか、なんかこう不安なまま半分ぐらいまで行ってたような気がしてて、あとやっぱり今日僕もね、こういう YouTube で喋っているかどうかを悩みながらのが、やっぱり最終話が重要じゃないですか。そうですね。で、最終話見るか見ないかで、はい、世の中の例えばホームズが犬のやつとか、はいはいはい、動物ものってなぜ動物なのかについては誰も説明しないまま、はい、キャラが可愛いからみたいなことだけど、今回のもそうだなと思いきや、かなり物語全体とって重要な理由があるから、最終話を見るか見ないかでもこの作品の評価って全く変わっちゃうタイプのものだから、最終話が出てからじゃないと、そうですね、なんか評価しづらいタイプの、そういう意味だと本当に最終話終わってからの反響が一番ガーっていう、わーって盛り上がってもらって、多分中盤ぐらいで一回一挙放送っていうか、うん、ニコ生放送みたいなのやって、でそれでちょっとこう見る人 なんとなく実感としてちょっと増えてきたんじゃないかな。で最終話で結構見た人が口コミで、でもなんかこう説明はできないからとにかく見てみたいな、こう口コミの仕方をしてくれて、オットタクシー自体が来たなと思い出したのは、じゃあお二人の中だと4月から放送開始して、別に5月とかじゃなくてどっちかというと6月7月って、そうですね、放送本当最終回、その最終回の終わりと同時にこれ出してもらって、これ解説本なんですよ、公式で、うん、これが Amazon のランキングで1位になったんですね。すごい。その時になんか初めて数字としてこう、Amazon もランキングとかアマプラ出ないので、なんか来てるかもっていうのが数字で、あ、1位になってるっていうので、うん、ただこの本をしっかりその最終日に出すように仕込んでたのがすごいですね。そうですね、これは東京ニュース通信社さんがすごく頑張っていただいて、急いで作ってたね。すごい急いで作ってた。放送が始まってからやりました。途中からです。でもこれは最終回に合わせ、その時にニュース通信社さんも最終話知らなくて、頭見てるご連絡くれて、最初に白箱渡して最終回見たら、最終合わせで出した方がいいですねって言ってくれて、そういう風に言ってくれたね。いやでもこれをそんな3ヶ月後に出す、1話を見てたから1ヶ月ぐらいで全部出しちゃうってすごいですね。あ、でもびっくりしたね。なんかこれって本当に間に合うんですかって僕途中でやり取りしてたのね。だってもう再来週回だけど間に合うんですかみたいな。結構インタビューとかもね、全部しっかりそうですね、インタビューとか、あとその結構なんかこの書き下ろしも結構そのこのさんにいろいろとお願いして、これでも結構その人気のキャラのその矢野っていうキャラクターのなんか過去話みたいな、すごい袋閉じの、そうです、袋閉じ、これ結構面白くて、めっちゃ気合入ってるじゃないですか、これ気合入って、この編集者すごいですね、ガッツある、すごいガッツあったと思います、鬼のようなやり取りをずっと、本当に間に合うのかなって、本当に出るのかなっていうぐらいのスピードがありがとうございます。で さらに今日お二人が着ているもの、はい、もうこれグッズなんですよね。そうです、これはね、そうですね、それはでもオットタクシーって書いてあるからだけど、こっちはサウナ赤道、サウナ赤道、あの主人公のオトカーがよく行くサウナの名前ってことですね。そうですね、うん、
なんかそういう、そうね、後から放送後にいろいろこうね、うん、こういう展開増えていったものもありますし、あとなんかプロダクトは結構デザインとかもピクスに任せてもらえてた部分もあったので、うん、この辺とかは結構うちで、うん、というか同じチームずっと宣伝絡みはやってもらいました。可愛い。ピクスの社内にあれですか、デザイナーがいるんですか。なんか社外で普段広告とかでお付き合いがある、なんか意外とこうデザイン会社さんもこうアニメ界隈でこう活躍されてる人とか決まってますね、分かれてるんですけど、まあ、僕ら自体も異業種からみたいな感じなので、うん、まあね、そういう意味じゃ普段付き合ってる人たちにお願いして、お願いして、その越境感がいいですね。そうですね、なんかそれは結構あまり、まあ、DVD ですね。そうです、いつも通り。この DVD が DVD だけじゃなくて特別の売り方をしたんですよね。そうですね、そのやっぱりそのポニーキャニオンさんが一緒に幹事で、うん、入っていただいてるんですけど、うん、まあなかなかこう昨今こうパッケージ厳しい状況なので、まあ、僕らとしてはこうブルーレイも出したいなって思いはあったんですけど、なんか300枚受注がないともうその時点で赤字になっちゃうらしいんですよ。で僕らの中でも、まあ、300枚はさすがに大丈夫でしょう、だから出しましょうよって言ってたら、まあ、やっぱあまりリスク高すぎるから、まあ、その受注、予約受注取って、でそれがこう成立したら、どんどんその特典をつけていくみたいな、お互いにこうファンの人とこう盛り上がるような、まあ、クラウドファンディング的な、ね、クラウドファンディング的な売り方っていうのをやりませんか、チャレンジしませんかみたいな話になって、あ、それ面白そうですねって言って、うん、で今回、その、ね、方式でやって。でなんか自分たちの中では、まあ、300枚はさすがに大丈夫でしょう。で1000枚はいくんじゃないか。で1500でちょうど1000枚でピクチャードラマっていう書き下ろしの特典つけて、1500枚でキャラソン、ここに出てくるいろんなキャラクターを生産たちにキャラソンを歌ってもらおうよっていうのを特典として入れましょうって言ってて、ここまではなんとか行きたいなみたいな話をしてて。で、あれ始まってから300は即日超えたんですよね。 そうだね、即日超えて、でそこからじわじわじわっと増えていって、で多分1000枚1500枚っていって、まあ、最終的に残り、どこでやったんですか、このクラファン。クラファンって自社サイトでやったの、ポニーキャニオンさんの公式のアニメ通販のキャニメさんで、うん、クラファンというか、なんかこう達成ごとにこうハンコがポンポンって押されていくみたいな特設サイト作っていただいて、で多分そのツイッター公式のツイッターで、あ、ここ達成しました、ここまで枚数達成しました、次 何セットいけばこの得点つきますみたいなことを結構こうリアルタイムでこうね、嘘をつかずにちゃんとやってた、決まったから発表してでそれで、あ、やった、これついたんだみたいなことで結構なんかこうファンの方たちとこうやって、それで最終的に何枚までいったんですか。最終的に、6038枚までいきました。素晴らしい、今の時代なかなかないですね。そう、結構高額っていうか セットなので高額商品なんで、それこそ最初2000枚いったらいいねって言ってて、多分最終週の月曜日で3000達成したのか。なんか3000がその主人公のオドカーのフィギュアがつくんですよ。でそこまでつくんですか。はい、あ、そうなんです。だから結構もう出血大サービスらしいんですけど、僕らもちょっとそのね、単価とか僕らはこれがつけられたらいいみたいな、で本当にそれ3000いくのかっていう言ってたぐらいだったので、なんかでてっぺんがそこだっていうことで2取れたらいいなって言ってたぐらいで、3000はもういかないと思って設定してた数字なんですよ。 そうですそれをもう超えたところでわーってなってたら、締め切りの前の日にインスタライブをよく平賀と監督の木下とやってたんですけど、それやってる最中に、あれ4000いきそうですってポニーさんから LINE 来て、4000らしいですみたいな話をしてて、やばいって言ってたら最終日に2000受注が入ったんです。1日で2000枚、うん、でその時も全部不特にファンからですもんね。いや、お店がね、じゃなくて、あ、そうですね、なんかそれはすごいことですね、ファンから愛されてる。そうですね、びっくりしましたね。なんかその時もだから何枚、なんかこう4200枚とかね、うん、4300枚とか達成みたいなのを1個ずつ受注が来たら、こうグループラインで何枚になりましたってなったら、
阿部が作ったやつを画像を作ってツイッターに載せてってやったら4000までしか画像作ってなかったんで4100、4200って慌てて作って4500まで渡しますって渡したら4500達成して600から作んなきゃみたいな感じで一日中画像作ってました。すごい幸せな作品でした。幸せですね。やばいやばいみたいな。そうですね。なんかその時は結構焦りつつね、なんかすごい、うん、幸せパニックでしたね。幸せパニック。それに小学館から単行本も出てますよね。そうなんです。コミカライズという形で今2巻まで出てまして、うん、あ、そう、そう、これなんでまだ2巻までなんですか。終わりまであるのに書くのに時間かかってる。時間かかってますね。なんかここ結構作画のアバラヤ先生がストーリーはもちろんアニメの順じてるんですけど、結構そのね書き込みもすごくて、そうですねやっぱそれ時間ねしっかりかけて、かなり絵も似てますよね、アニメと。そうですね、しっかりね、はい。オッドタクシーのこうエッセンスを組みながらこう、うん、スペリオールさん系列の、そうですね、ラルパナさんっていうウェブレーベルさんなんですけど、スペリオールさんの読者さんのテイストにも合わせていただいて、ちょっとハードボイルド味がちょっとこうリアルなというか、ちょっとこうタッチ、アニメはちょっと可愛い雰囲気なんですけど、もう少しちょっとこう劇画チックな感じ、ほら、アニメの単のコミカライズというこの連載担当、僕のあれですね、モーニング入った時の先輩です。バガボンドを一緒にバガボンド単行本を作ってた。あ、一宮さん。そうそうそう。あ、そうですか。そうなんだ。転職して、勝手にこの人の過去を YouTube で待ってました。そうだった。でも天野先生をこう今回オートタクシーに行って、その一宮さんが勧めてくれたんですけど、素晴らしいご経験ですよね。だからアメトークの漫画大好き芸人で川島さんにおすすめの中のラインナップに入れていただいて、漫画きっかけでアニメに入ってきてくれる人も方も結構、うん、ていうかアニメあったんだっていう人も結構いたりして、ね、漫画としての完成度がすごく高い作品にしてもらったと思います、うん、なんかアニメの漫画って正直なんか職種が本当の漫画好きの人は伸びないじゃないですか、ね、きっと、これは本当に漫画好きの人が普通にアニメ知らないで買ってっていうパターンもあるみたいです。うん、でも多分小野さんとネームのやり取りとかもやってなんか作ってるので結構こだわって、だからアニメはもう終わっても2人はねなかなかまだオッドタクシーから解放されてないっていう幸せな状態になりました、ね、そうですね、これはありがたい、ありがたい。これからブルーレイ一生懸命作ったね。でもこれが大成功したからなんですか。なんかお二人はもうすぐ次のアニメも作り出してるっていう話なんですけど、それとも大成功関係なく やるぞっていうぐらいハートが強い感じだったんですか。でもそれも並行してよ。並行してた。よくハートが強い。企画はね、もう結構、うん、常に何個か並行してる感じ。そうですね。なんか開発は結構並行してやってて、うん、今ちょっと世に出し始めてるのも、うん、なんか今でも世に出し始めたばっかりで企画書しかないんですけど、企画書も企画書持ってきて、企画書持ってきてる。企画書しかなかったから企画書持ってきて、なんかまだこれでも言っちゃいけないんです。言っていい？大丈夫です。もうすべてを世には月刊ムー完全監修のオリジナルアイドルプロジェクトってわけのわかんないですね。ソアが強いですね。結構インパクトあり。そうですね。これもはどういうふうに企画考えたんですか？なんかもともとあれなの、ムーンさん、なんかうちは全然関係ない展示か、うん、展示の仕事をパルコでやってたんですけど、うん、その時に我々の展示の後かな、うん、後にそのムー40周年の展示を同じ場所でやってたんですよ。でその時結構ね、なんかその40年の歴史を振り返るみたいな感じでそのムー のやってて、でその時にちょっと知り合いになったのかな、つないでもらって、我々が月刊ムーがすごい好きっていうだけみたいなところあったんですけど、うん ね、その時は何にも決まってないけど、月刊ムーさんと何かやりましょう何かやりましょうってナンパしたみたいな。そうだね。でもそれでしっかりとあれですね、企画を作りきってるのがすごいですね。なんかこれもだから、そして今回はもう初めから4コマ漫画とかも動いてるんですね。なんかその先ほどの話じゃないですけど、オッドタクシーが世に出るためにまでにものすごく時間がかかったので、その反省を生かしてじゃないですけど、今回先に走り出しちゃおうかっていうので
そしてできる範囲のことをまずスモールスタートで今始めていて、公式 Twitter とか公式 YouTube とかでショートコンテンツをどんどん出していって、そこから大きくしていきましょうっていうやり方で今スタートしているアイドルプロジェクトです。すごい。この企画書自体はでも平田さんが考えた。一緒にその解説を、はい、話して、で結構そのオカルトの文化の好きな人結構やっぱ業界の人多いですよね。ですよね。でそのムーとあとその音楽今回ね絡めて、そのまあオトタクシーでもその音楽カルチャー の, そのサミットさんっていうヒップホップレベルと一緒になんか二人三脚でやったっていうところとかもすごくあの面白くて、でまあうちももともとそのあのこう会社的にもその音楽系の関わりが結構ミュージックビデオとか音楽レベルとのつながりも強いので、まあなんかそのこういう新しいコンテンツやるときになんか音楽うまく絡めてやりたいよねっていうので、今回はその剣持さんか剣持秀文さんあの水曜日のカンパニアのプロデューサーの方に入ってもらって、その音楽とそのこうショートコンテンツみたいなのを、まあ、TikTok とかそういうところでこう小出しに自分たちで作れるレベルで今作って、あのちょっとこうファンを増やしていって、まあ、これをちょっとあの措置にして、まあ、次のアニメだったりそのイベントだったりっていうところにつなげていくようなプロジェクトにしたいなっていうの で, いいです、ね、なんかすごい感じです。これは何て呼べばいいですか、プロジェクト名は。ゆえにゆえに、なんかプロジェクト名、月刊ムーと一緒にやってるの次のアニメ、そして脚本はまた漫画家の鶴さんという方ですね。そうですね、流星期の、はい、うん、カオスなストーリーが今、オーディオドラマという形で展開しておりますので、よろしければぜひこのまま、まあ、見ていただけると嬉しいです。いや企画こんな雰囲気ですよコンフィデンシャルって書いてあると思ってきてコンフィデンシャルなのに YouTube で堂々とっていうのがなかなか面白いですけど、いやぜひね、これオッドタクシーはね、味わい尽くすためにはこの漫画も含めてね、漫画まだ全然完結してないですからね、はい、また見てこの後アニメ見ても面白いし、グッズもねいろいろ売ってるわけですから、グッズを手に入れたりだとか、このゆえにこれはね5年はかかんないと思いますよ。3年後ぐらいに見えるんじゃないかなと思うのでぜひ楽しみにしてください。いや今回は平田さんとカブさん来ていただいてありがとうございました。いいありがとうございました。非常に面白かったです。皆さん、この漫画編集者沢島チャンネルでは、こういうふうにいろんなプロデューサーの方をお呼びしていろんな裏話とかをね聞こうと思ってますので、ぜひどんな人に来てほしいか、コメント欄とかにね書き込んでください。チャンネル登録と高評価の方もお待ちしております。ではでは。